はいどうも皆さんこんにちは、恋のときめき戦士1号クレイです。よろしくお願いします。はい、ってことでね、まあこの挨拶になってる理由に関してはまあぜひね先日の生放送を見てもらえればと思うんですけれども、今回はね動画何やっていくかと言いますと、イベントガチャスケジュール予想2021年6月編やっていきたいなと思います。はい、ということでございまして、ちょっとねこの動画どのタイミングでの公開になってるかちょっとわかんないんですけど、気づけばもう6月ということで、もう早いっすね。今年今月その6月が終わるともう半年も終わるということで、めちゃくちゃあっという間ですが、過去のスケジュールを振り返ってそこから今年のね流れを予想していくというね毎月恒例の動画になっております。で、6月はですね、なんといってもやっぱりエキサイティングの登場がある月なので、まあそこがね非常に注目ポイント、そしてそこはいつ来るのかというところが重要にはなってくるかなと思うんですが、まあ非常にね予想も難しい月なんですけど、しっかりと予想をやってきましたので、動画の方にねしていきたいなと思います。ってことで早速ねまずは振り返りの方からやっていきたいと思います。いきましょう。さあ、ということでまずはですね、昨年の6月のガチャスケジュールこんな感じでございます。はい、まずは6月の3日までタイムスリップ第2弾ガチャですね。去年は今年よりも1日遅かったのかなというような感じのスケジュール感になっています。で、6月の3日からドラフトスカウトでセカンドの追加で、小森ドラフトスカウト、自チーム TS 狙い撃ちスカウトも合わせてきてました。で、そして6月の5日からバリュースカウト、9日からエキサイティング第1弾ガチャですね。はい、去年の登場日は9日でした。で、期間限定のノーマルスカウトも登場になっています。で、11日から超自チーム S 狙い撃ちスカウトでレフトの追加ですね。こちらが、再びグランドオープンでね登場になっていたポジションの再ピックアップといった感じになっています。で、15日からグレードアップスカウトで中継ぎの再ピックアップ、ここもレフト同様にグランドオープンで出たタイミングの選手ですね。で、18日からエキサイティング第2弾ガチャですね。で、それに合わせてエキサイティングの登場記念プレゼントスカウト、こちらも登場になっています。これね、プレゼントスカウト去年第1弾じゃなくて2弾の方にね来てたんですよね。で、超次チーム S 狙い撃ちスカウトで先発の再ピックアップで、その後22日からグレードアップスカウトで3塁手の再ピックアップになってました。まあ、再ピックアップに関してはあれですね、エキサイティングガチャの期間に追加追加ってやっていくのではなく、ガチャ更新がない部分でそこをねじ込んでいくような更新になっていたのかなっていう印象ですね。なので、まあグランドオープンで出たポジションを取り逃してる方に関してはここはかなりねチャンスにはなるのかなというところです。で、その後タイムスリップ第3弾ガチャが26日から登場で、29日から A 以上自チーム確定のスカウトというね流れになってました。ということで、まあ1ヶ月総括するとグランドオープンの登場ポジションが再ピックアップになったっていうところと、エキサイティングは第1弾第2弾が間隔空けずにですね連続に登場になってます。なので9日間、第1弾はガチャ期間があり、2弾に関しては8日間かなというようなスパンになってます。比較的長めですが、まあ、セレクションとかとは違って第1弾第2弾が連チャンで来るというね、流れになっています。続いて、去年の6月のイベントスケジュール、振り返りですね。はい、こちらでございます。はい、まずは6月の3日までバッティングトラベラー、今年と同様にこのタイミングまで第2弾ではバッティングトラベラーが来てました。で、その後6月の3日からプロスピーパークで新外国人選手の登場で、9日からスターロード、こちらがエキサイティングの累計ありのイベントでしたね。で、12日からリアタイの全国大会チーム魂カップとテクニカルカップが登場になってました。で、15日からルレヒ、18日からラビリンスとエキサイティング大抽選会ですね。はい、こちらも登場になってました。で、23日からプロスピフェスタ、26日からプロスピ応援団でタイムスリップ第2弾で、29日からプロスピグランプリミニというね、流れになっています。で、イベントに関してはエキサイティングが絡んでたのが第1弾のスターロードのみで、2弾に関しては無料ガチャがあったので、そこは入ってこずという感じでした。まあ一応大抽選会でもね、獲得できるチャンスはあったっていう感じです。まあ一応全国大会去年は6月に来てたっていうところなんですけど、今年は先月ね5月にタイブレーク杯が来ているので、まあどうでしょうね、連チャンはないんじゃないかな。6月に大会っていうのはあんまり想像できないかなっていうのは個人的な意見ですかね。まあそこはちょっと変わってきそうだなっていう印象です。続いて今年の6月のガチャスケジュール予想、ここから予想ですねやっていきたいと思います。まずはガチャこちらでございます。はい、まずは6月の2日までタイムスリップ第2弾ガチャと A 以上自チーム確定ガチャ、今来ているものが2日で終わりますと。で、その後2日からドラフトスカウトで先発の追加と予想しております。まあこれね、野手がまだ出てないポジションライトかながあるんですが、先発エース枠もねまだ登場になっていないということで、例年よりもちょっと遅いので、まあここはもう先発がさすがに来るんじゃないかなということで予想を入れました。で、あとは自チーム TS 狙い撃ちスカウト、まあこちらもねおそらく来るでしょうといった感じです。で、エキサイティングガチャ第1弾は9日から、去年同様に9日からと予想して
しております。で続いて11日から長寿チーム SNA 内でレフトの再ピックアップで、グレードアップスカウトで中継ぎの再ピックアップで、18日からエキサイティング第2弾ガチャ自チーム狙い打ちスカウトでショートの再ピックアップで、22日からグレードアップスカウトで先発の再ピックアップで、25日からタイムスリップ第3弾、そして28日から A 以上自チーム確定という、ね、流れで予想しております。まあ大体のスケジュール感は去年と、ほぼ同じになるんじゃないかなと予想しているんですが、エキサイティング第1弾が6月9日と予想しているのは、エキサイティングの動画のお知らせの中で、6月の9日以降に配布みたいな感じにね、表記になっていると思うんですが、まあ例年の流れを考えるとね、その頭の日が、登場日という形になりますので、まあ、6月9日でほぼ確定なのかなと思っています。まあ、あとはおそらく今年も再ピックアップは来ると見ていますね。はい、で一応ここでエキサイティングのガチャの仕様についておさらいをしておこうかなと思うんですが、例年通りであれば30連確定で、60連で自チームが確定のガチャになります。でランクの配置もあるっていうね、ガチャシステムにはなります。でまだちょっと全球団が揃ってないのでラインナップは確定してないんですけど、まあ、そこはまた確定したらね、動画の方でまとめたいなと思います。でラストイベントスケジュール予想ですね。はい、こちらこんな感じでございます。はい、まずは6月2日までバッティングトラベラー、こちらが開催になっております。でそれとプラスアルファでですね、6月の3日でリアタイの野球版ベータテストが終わりますので、まあ、そちらも一つ注意が必要、まあ、注意が必要というか、まあ、遊びたい人はここまで、やっておいた方がいいかなという感じですね。で、ここからが予想ですね。はい、6月の2日からピースを狙え、7日からスペシャルミッションと試練大解放で、9日から俺の球場飯でエキサイティングの累計で、15日からスターロード、21日からコーダの達人、25日からネットスタジアムでタイムスリップ第3弾というね、予想にさせてもらいました。はい、ということで、まあ、今年もですね、第1弾に累計がありと、仮定をした上での予想にはなるんですが、まあ、割とねちょっと日数、イベントの日数スパン的な関係で直近開催になっているスペミとかも、割と入っちゃってるところではあるんですけど、まあでもどうしてもちょっと僕の予想のスケジュール感で組んでいくと、まあ、2日イベントが入ってこなかったらいけなかったりとか、あとはもう覚醒は多分今月ないかなと思ってるので、まああっても月末ぐらいかなと、まあスパン的にね、前回覚醒が来たのがすごい直近なんで、と予想しているので、開催期間が短いイベントも入っているんですが、一応こんな感じの予想にしております。まあただ今月はちょっとあんまイベント自信ないっすね。はい、であとエキサイティングの大抽選会に関してはあえて入れなかったんですが、まあこれは第1弾か第2弾の登場日のタイミングどっちかで来てもおかしくはないのかなと思ってますね。はい、ということで、ラストですね。毎月やってますが6月どう立ち回るべきかというお話なんですが、改めてやっぱり皆さんご存知だと思いますが、無課金美課金にとってはね、6月の1ヶ月というのは非常に勝負の月になるかなと思います。まあもう今ちょっと休止しちゃってますけれども、過去の無課金シリーズとか、見ていただければエキサイティングでかなりね補強しているシーンとかがあるので、まあ、よかったらぜひその動画を見てもらえればと思うんですけど、本当に重要な月になりますと。であとはエキサイティングガチャを回すのであれば60連を、前提にすることをお勧めします。結構人によっては30連30連で第1弾第2弾もどっちもね、まあ、試してみたいっていう方もいるとは思うんですけど、あんまり個人的にはお勧めしないです。もちろんね、その30連引いてそこでめちゃくちゃ狙いの選手は引けて、もうそんなに狙いの選手いないのにわざわざ60連いくのもなっていう状況だったら、もちろんまた話は別なんですけど、まあ、最初から30連30連っていう想定でいっちゃうのは、まあ、あんまりお勧めしないかなっていう感じです。であとタイムスリップ第3弾のガチャに関しては非常に例年ね熱くなりがちな段ではありますので、まあ、そこにも期待かなといったところではあります。はい、ということでございまして、今回はですね6月のイベントガチャスケジュール予想2021年6月編ということでやっていったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ今月はやっぱりエキサイティングですよね。6月はやっぱりエキサイティングというところが、まあどのタイミングでどんな選手で最終的になってっていうところが、まあ一番の盛り上がりポイントかなとは思いますが、まあエナジーとかもね結構今ラストスパートで貯めてる方も非常に多いんじゃないかなと思うのでね、ぜひ一緒に頑張って6月もねプロスペース楽しんでやっていきましょう。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひもねこの動画よければ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターのフォローとよろしくお願いします。いたします。まあぜひね皆さんのその高評価とかチャンネル登録ポチッとねワンクリックが僕のモチベーションになってますんで、ぜひ何卒よろしくお願いします。ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。